なんかまた生卵やられたらしいですね。なんか吉江さんが言ってたんだけど、昨日の夜か、あ、昨日の夜じゃない、昨日の昼間になんか生卵ぶつけられたらしいよ、また玄関のとこに。で、犯人をなんか見たらしいんですよ、そのなんだ隣の人というか、まあ、正確には目の前の俺ん家の目の前の家の人がなんか目撃したらしいんですよ、そのなんか投げた瞬間を。そうで、なんかね、車で来てたみたいよ、車で来て、でなんかサングラスしてたらしい、でなんか結構ひょろひょろの結構ガリガリのやつだったらしいよ、うん、でナンバーは熊谷ナンバーだったって言ってた。ただナンバーの番号までは控えてないみたいだけど、熊谷ナンバーのやつだったって言ってた。だから結構謎が解けましたよね、うん、なんか結構な頻度で来るなと思ったけど、熊谷ナンバーだからかっていう、うん、熊谷ナンバーってことはもうほんとここら辺のやつってことだよ、だからこんな頻繁に来てたんだなみたいな、うん、いや熊谷ナンバーは結構広いから、まあ、俺ん家の近くでもありえるし、あと熊谷の方でもありえるし、まあ、そこに関してはね、まあ、ある程度の範囲にはなるけど、まあでもやっぱり近いやつだったんだなと。まあ俺はまあ多分相当近所のやつじゃなく、ある程度なんか30キロから100キロ以内の人かなと思ってたんだけど、まあ30キロでもありえるんですよ、うん、てかこっから熊谷までが30キロだからで、しかも熊谷ってでもまたあっちの方とか行くと それでも熊谷ナンバーだからね、あっちの東京方面の方行っても、こっから熊谷までが30キロで、でさらにそのさらに東京方面の方に多分30キロぐらい走っても多分熊谷ナンバーのはずなんで。あ、どうも J さん、うん、いや無理でしょ、そんだけじゃ絞れないよ。熊谷ナンバーで結構ガリガリのやつで、なんかサングラスかけたやつがやったらしいんですよ。ただナンバーまではその控えてないらしいので、その近所の人がだ無理なんだけど特定までは至らないよね、うん、でなんか昼間のね、昨日の昼間に投げに来たらしいよ、昨日の本当もう真っ昼間らしいっすよ、12時ぐらいなんですかね、わかんないけど、白昼堂々とやってきたらしいですね。これはスズムシではないのかな。まあでもある程度の謎は解けたよね、熊谷ナンバーのやつがやってるっていう、うん、なんで熊谷分かってナンバー分からんの。だって熊谷とりあえずさ、なんかその卵投げつけられたらさ、どこのナンバーかっていうのを見たりするじゃん。でそこに一番最初に目がつくのって、まあ、特にここの近所の人って、ここのまあ俺もそうなんだけど、ここの近辺の人って熊谷ナンバーなのよ。あ、だから熊谷ナンバーっていうのは最初に確認すると思うの。ただまあほら、なんかラのいくつとかあるじゃん、なんかこうひらがなのなんか一文字と、あと 4桁の数字、あれまではこうなんかほら一応覚えるまでほらちょっとだけなんか記憶力ない人とかだって忘れちゃうレベルっていうか、ただ熊谷ぐらいだったら覚えられるじゃん。特にここら辺の人はもうみんな俺も熊谷ナンバーだからさ。そう、うん、で近所の人っていうかもう俺ん家の目の前の人なんだけどが目撃してたらしい、うん、そう、うん、なんかそうらしいっすよ、うん、普通下の数字じゃない、しかも、数字の方が文字でかい、いや知らないよそんなの、だって近所の人がそう言ってたみたいだから、うん、なんかうちの親がなんかその、まあ、居候に言ったのかな、居候に言って、そしたらなんかその近所の人になんか聞いたら、居候が聞いたんだってよ、
なんかその熊谷ナンバーの人がやったって言ってたらしい。熊谷ナンバーで、あのサングラスしてて、なんか結構ひょろひょろなやつが白昼堂々と昼間になんか投げつけたらしいよ。うん。車種までは知らん。車種まで聞いてない。てかそこまで多分記憶してないんじゃない？熊谷ナンバーってことしか聞いてない。あとはそのサングラスしてたとか。あとはちょっとガリガリなやつっていう。っていう風にしか聞いてないっす。ああ疲れたね。いや作り話じゃないよ、ガチだよ、本当の話。だからあんまね、そういう風に言われるから言いたくなかったんで、めんどくさいし、あと本人が喜んじゃうからね、多分やったやつが。これだってこれでさ、じゃあ配信タイトルでさ、ね、配信タイトルでなんか卵やられたってたら、うわあれはなんか作り話だとか自演だとか言うじゃん。で今度はなんかこういうのを逆に黙ってたら黙ってたって、なんでやられなくなったんだと思う。もう何でもなんか憶測でさみんなが言うからさ、本当にガチでこっちやられてんだけどさ、そういう風にタイトルとかやったらまた閲覧稼ぎだとか思われるの嫌だから、だから何でもないタイトルの枠で言ってるんだけど、まあ本当にガチだけどね。犯人につながるもの全然覚えてないとおかしいと思う。知らねえよそんなの。居候が聞いたんだから、居候がそういう風に近所の人に聞いたのを俺がそのまま言ってるだけだ。そんな知らねえよ、俺はそんなん知らねえよ、そういう風に聞いたんだよ、別におかしくないよね。だってさ普通に考えてだよ、普通に考えて、まあやられた本人だったらまだしもね、あの目の前の家の人がなんかこう多分外出た時だかなんだか知らないけど、なんかパッて見たんだって。でその時さ、じゃあその犯人をさなんか捕まえてやろうって気持ちは多分ないじゃん、やられた本人じゃないから。ただ変なことやってるな、どこのやつだ、あ熊谷のナンバーかぐらいな感じで、多分見た感覚だと思うよ。やられた本人じゃないとそこまでじゃあこいつを捕まえてやろうとかあんま強く思わないでしょ。なんかいたずらやってんのかあいつ、どこのやつがやってんだ、熊谷のやつかぐらいでしょ。やられた本人じゃないとナンバー全部覚えといてやるとかってそこまで強い意志で思わないと思うんだよ、車のナンバーなんて。そう、多分そんな感覚じゃない。まあ俺はそういう風に聞いただけだから。っていうかさ、もしあれですよ、そんなね作り話するんだったら俺バカじゃないからね。もっと作り話だったらもっとそういう風になんか言ってくる、ついてくるやつやるいるのもわかるから、まあどうせこれも疑うやついるんだろうなと思ったからさ、俺ちゃもっとガチガチに固めるよこれ、本当に作り話するんだったら。なんかそうやって君みたいに疑うやつ絶対出てくるだろうなって俺話す前から分かってたもん。ただ俺は本当に聞いた話をそのまま、別にそんな疑われてもいいから、まあ本当ガチだしさ言っただけ。何色の車とかも覚えてないだから。俺はそういう風に聞、そういう風に今言ったように聞いただけだから、知らないよ他の情報、知らないんだよ。で居候とかも別にあんま話したくないし、ただ居候と通じて吉江さんがそういう風に言ってたから、覚えてないも何も俺が見たわけじゃないから。俺はね、居候が近所の周り目の前の人に聞いて、その居候が言ったのを吉江さんに伝えて、その吉江さんから俺は聞いただけだから、じゃそれを聞いたところで、じゃあどうやってじゃあ捕まえるの言ってみろよ。じゃあ仮に車の色が黒だとしよう、で黒い車、熊谷ナンバー、サングラスかけたヒョロヒョロのやつ、どうやってそいつ特定すんの。そんなのさしょうもなくない、そんなこと。それを別に聞いたところで、それだけでだって犯人特定までいかないじゃん。それがさ、なんかさ、もっと犯人特定なんかできるレベルの有力な情報だったらもっと聞きに行くかもしんないけど、その目の前の家の人にね。ただ車の色聞いたところで特定材料に何もなんないから。
まあ、それこそ本当車の完璧なナンバーが分かるんだったら、まあ、それはもう一発で分かるけど、車の色とそれだけの情報でどうやって犯人に結びつけるねん。無理でしょ、どう考えても。しかもその話を聞いた感じでもう分かるじゃん、うん、ああなんかそのやっぱ近所の人は自分がやられてるわけじゃないから、なんかそのナンバーを完璧に記憶しようとかさ、そういう意図がないこと自体分かるやん。もし本気で、あの人やばい人だから関さんに教えてあげようみたいな感じのつもりでいきなりさ言うんだったらさ、そんなナンバーとかだって控えてくれてるでしょ。そもそもなんかそんなとっさに頭回んないでしょ、自分がやられたわけでもないんだからさ。いきなりわなんか近所の目の前の家でなんかやってるやついるよみたいな、どこのやつかな、熊谷のやつかぐらい、そんぐらいの感覚でしょ、どう考えても。その感じ、もし本当にうわなんか近所の人がやられてる、あいつを捕まえないとって思ったら、もうナンバーまでちゃんと控えてくれるでしょ。そもそもとっさにそういう風に回ります、自分がやられたわけでもないのに。そこまで頭回ってないっていう証拠なんだよ。そのね、あの状況的なことをその人がなんかそういう風に言ってたらしいんだけど、そのね情報、その情報をどこまでその人が控えてるかで、その人の感覚ってわかるじゃない。うん、もうそれ聞いた瞬間、あ、多分そんなんだ、近所の人がやれてる、どこのやつだ、熊谷のやつかぐらいの感覚、多分それぐらいの感覚で、あの教えてくれただけなんだなっていうのがもう丸分かりじゃないですか。あいつ近所の人がやられてる、あいつ絶対もうあのナンバー押さえとかないとってなったら、もっとナンバーまでちゃんと控えてくれてるでしょ、うん、やられた本人じゃないとね、あとは君たちが俺が作り話なんじゃないのかなとかっていう風な疑いなこう目線で見ないと、車のナンバーなんで控えないんだよっていうところまで、そこの考えまでたどり着けないんだよ。わかるか、人間の思考なんてそんなもんだから、うん、人間の心理はそんなもんでしょ、うん、よいしょ。一番最初に来るのは数字？ナンバー？だからアホだなお前、うん、例えばだよ、例えばね、あれですよ、どっかパチンコ屋とか、まあ、パチンコ屋じゃなくてもいいんだけど、じゃあ頭悪い君を、あのね、こんだけ言っても分かんない君にもうちょっと分かりやすく俺が説明してあげるけどね、頭の悪い君にさ、例えばどっかね、うん、なパチンコ屋じゃない、どうしよっかな、まあいいや、じゃあ例えばそのあれですよ、まあじゃあアーティストとか、まあアイドルとかアーティストとかのなんかこうあれですよ、ライブとかに車でみんなが行くとするやん、うん、まあ、東京ドームとかで、東京ドームの周りに、まあ、そのだからそのなんかのライブ目的で、誰かのライブ目的でこうみんなが来るでしょ、でみんな車で来てる人が、まあ、ああこれは多分誰々のライブ来た人なんだなって思うじゃん、その周辺にね、車止まってたらその東京ドームとかの駐車場のとこにね、うん、そしたらどこから来てんのかな、あここは熊谷だ、熊谷ナンバーだみたいな、それぐらいの感覚なんだって、わかる？あレインボー風船だもん、それぐらいの感覚でね、ナンバー一個一個見ます？ラの123とかそんな見ます？見ないでしょ。どこから来てる人、あ熊谷なんだとか、そこの地名のとこが一番最初に入るし、てかむしろそこしか見ないし、だからそれと同じような似たような感覚なんだよ。自分がやられたわけじゃないんだから、近所の人って、うわなんか変なことやってるよね、変なことはやってるよ、目の前の近所の家にね、どこのやつだ、あ熊谷のナンバー、ここら辺の近所のやつなんだ、それぐらいなんだって、それぐらいの感覚で覚えてただけなんだよその人。絶対ね、やられた本人じゃないから、やられた本人だったらうわナンバー絶対控えよう、ナンバーがをなんかちゃんと覚えとかないと特定までいかないっていう、そういう強い気持ちがないと、わあいつなんだろう、どこのやつだろう、熊谷なんだぐらいの感覚なんだって、どう考えたって、わかるかお前言ってること、人の心理が、うん、そんなもんでしょ人の心理なんて、うん、いちいちそんなナンバーまで見ます？逆に自分ちがやられてるわけじゃないのに
どこのやつがやってんだろう、熊谷のナンバーか、結構近所のやつがやってんだなぐらいの感覚で見るでしょ。そういう風に見たんでしょ、その人は。どう考えても人の心理ぐらいもうちょっとさ考えようぜ。バカなのかお前マジで。俺申し訳ないけどそこまで頭回るからね。これが本当に俺作り話だったらもっとガッチガチに固めるよ、君たちに疑われる隙を与えないぐらい。俺申し訳ないけどそこら辺賢いからね。人の心理とか俺結構読み取るの好きだし、結構いろいろ考えてから物事発言したりするし、行動とかもそうなんだけど、疲れた。熊谷ならさすぐに溺れんや、そこら辺の人間なら番号みたいなのおかしいよね。なんで？それあなたの感想ですよね。熊谷ならすぐ覚えられるって、熊谷ナンバーだからね。今ここら辺の人ってみんな熊谷ナンバーなのよ。熊谷ナンバーの人ね、あの地域だからこそ熊谷ナンバーの人はここら辺の近所の人なんだって終わってるじゃん。だからなんで近所の人がわざわざね、あの番号まで覚えようってそこまでね、あのとっさにいきなり目の前で起こったことに対してね、そこまで思うの。それはさ、人をさね、もっと究極な話、人をなんか刺し殺してるようなやつがいたとしたらさ、そんな車のナンバーまで覚えようと思うかもしんないけど、卵投げたとかさ微妙なラインじゃん、はっきり言って。しかも別に自分がやられたんだったらまだしも、目の前の家の人がやられて、そこまで、ああの人絶対ナンバーを覚えないとなんて、そこまでさ、とっさにそこまで自分がやられたわけでもないのにそこまで意識回るやつ、別にみんながみんなそこまで意識回るやつじゃないでしょ、どう考えても。俺仮に目の前でさね、仮に目の前で、あれですよ、まあ、どうしよっかな。じゃあ例えば歌舞伎町でいいや。じゃあ俺が歌舞伎町歩ってました、歌舞伎町歩っててね、ホストとかキャバ嬢がいて、でそいつにそいつがなんかこう 卵とか、こうそいつらに卵を投げた車から卵を投げたやつがいたとして、そいつさ俺別にナンバーまでいちいち覚えてあげようと思わないよ俺。だって別に俺には関係ねえしみたいな、俺がやられたわけじゃないしみたいな、卵投げられた、つけられたぐらいさ、それはさ人がなんか刺し殺されたりとかしてたらさ、さすがにナンバー控えて警察通報しようとか思うけど、卵投げたとかなんか微妙ないたずらじゃん。そんなぐらいでさ全部さ、うわこあいつ絶対逃がさないといけない、逃がしちゃダメだとか、あいつのあのナンバー完全に控えないとなんて、そこまで強く意識して思うか思わないでしょ。人が刺し殺されてて、そいつがもうなんかにね、目の前で刺し殺されて、刺されてさ、でそれでそいつが車の中こう逃げたら、それはさすがにナンバーか振る暗記しようと思うよ、やべえ覚えねえと警察通報しないとって思うけど、卵投げつけたぐらいでそこまでさ、あいつのナンバー絶対覚えないのなんて、そんな強く意識して思うわけないだろ普通に考えて。わかる、普通に考えてそうでしょ。いや主観じゃないでしょ、実際そうでしょ。じゃあみんながさ街歩っててさ、卵なんか投げつけられた人がいてさ、車からそいつのナンバー絶対控えようって思う、とっさにいきなり目の前でね、いきなり目の前でなんか街歩ってたら卵投げつけた車がいて、車から卵投げつけ通行人に卵投げつけたやつがいて、うわあいつのナンバー絶対覚えないと、どこどこのらのいくつ123、いや覚えるってとっさに思う、思わなくない、思わない方、思わない人の方がめちゃくちゃ多いと思うよ。もうループになるから嫌なんだけどこの話。でも目の前でさね、道歩ってたら人が刺されました、血流してますね、
そしたらうわこれ大事件だ、警察通報しねえとって思って、そしたらねナンバーらのいくつとかちゃんとあ覚えないと覚えないとってよ、それは覚えるやん、それは強い意志で覚えようとするやん。あの4桁の数字だとしてもまず覚えようっていう意識がないと絶対そんなの覚えられないからね。うん、4桁の数字って確かにあの記憶力が相当なくなければそれなりには覚えられると思うんだけど、でもそうだとしても覚えようって意思がないとそもそもその4桁の数字すら覚えてられないから、まず覚えようっていうさ意識がさ、卵さね人がぶつけられたぐらいであると思う、そこまであるわけないじゃんそこまで、うん、しかも別に4桁だけじゃないよね、どこどこのあとはなんかラのいくつとかさ、だ熊谷ラ123とか1234とかね、一応それ全部揃って初めて特定できるからね、うん、そこまでの情報さ絶対覚えね、そこまでを全て絶対忘れないようにあいつを覚えとかないとってさ思うにはさ、それなりになんかあのそういう風に覚えないとって意識がないと絶対しないじゃん人って。目の前で人ん家の目の前で卵投げたぐらいでさ、そこまであいつ絶対逃がさないように絶対全て覚えないとってそこまで思う、とっさにそんなとっさに全て覚えられる人がじゃあ100人中何人いると思う、覚えられるっていうかそもそも覚えようと意識ある人が、うん、